さあグスタボだ、グスタボのミドルシュート、うそっとディフレクションがあった、素晴らしいです、グスタボが放ったシュート、水戸の選手に当たってコースが変わりネットを揺らしました。いや一瞬のとこでしたね。一番最後にピッチに入ってきた選手、熊本11番グスタボが最後もう一か八か振り抜いていきました。いやー、細川あるよ。